バダフシャーン、バダフシャーン、パシュトゴは、アフガニスタンとタジキスタンにまたがる中央アジアの地域名。パミール高原西部に位置し、パンジ川と呼ばれるアム川上流域両岸の山岳地帯をす。アフガニスタンのバダフシャーン州、タジキスタンのゴルノバダフシャン自治州、山岳バダフシャン自治州は、この地域に含まれる。バダフシャーンは、 周辺を高い山々に囲まれた高原地帯でヒンドゥクシュ山脈の死脈が起立している。パキスタンカシミールとの往来はワハーン回廊が利用された。バダフシャーンは高山気候に属し、標高と山脈の配置によって東西で気候は異なる。西部は比較的降水量が多く、 最も気温が高い7月でも最高気温が16度を超えることは少ない。バダフシャーン西部を訪れた旅行家、探検家はこの土地の快適な気候を書き留め、ムガル帝国の創始者バーブルは著書バーブルナーまでバダフシャーン西部の美しい自然を称賛し、東部は乾燥した気候にあり、7月の平均気温は10から12度の範囲に収まる。 バダフシャンの年間降水量の平均値は130ミリメートルから150ミリメートルほどで、標高2000メートルまでの地域は比較的降水量が差は、冬季の長さは4から5ヶ月ほどであるが、高山地帯では6から7ヶ月に及ぶ長さで、厳しい寒さに襲われ、標高5500メートル以上の高地には万年雪が積もる。バダフシャンの内部は、 平坦な頂上部と石ころの多い斜面を持つ山海で構成され、渓谷の底には河川が流れる。峡谷の標高は1000メートルを超え、その間に農村が集中している。アフガニスタンのバダフシャン州とタジキスタンのゴルノ、バダフシャン自治州はパンジ川で隔てられている。ヒンドゥクシュ山脈の市脈の一つであるクフイラル。山脈とパン川の間には、シベ、シバ、 キュートイーシュという広大な平野が広がり、牧草地としても知られている。バダフシャーンに濃厚に適した土地は少なく、大部分の地域の地表には、花崗岩、マガ岩が露出し、一部の地域では土壌がそれらの岩石を覆っている。クンズズ川両岩の菓子団球は、ダシトと呼ばれ、わずかに生えている植物を利用した放牧が行われている。古来から、バダフシャーンは、ルビー。 ラピスラズリの産出地として知られ、この地で採取される宝石類は地名の語源に何らかの関連があると考えられている。バダフシャーンは鉱物資源に富み、鉄、硫黄、金、銀などの鉱脈が発見され、河川では銅の交渉も発見されている。石綿、アスベストも古代から知られるバダフシャーンの特産品の一であり、ヨーロッパ方面に輸出されて遺体に巻き付ける布、 サワンに加工された。バダフシャンには、タジク人、キルギス人、パミール人が居住し、牧畜、農業を営んでいる。他、少数のパシュトゥン人、インド系の民族、アラブ人が居住する。パミール人の多くはイスマーイール派を信仰し、タジキスタン側の地域ではイスマーイール派の指導者が主催するアーガーハーン財団による NGO 活動が行われている。 11世紀に詩人ナーシルホスローによってバダフシャーンにイスマーイール派が広められたと伝えられておりバダフシャーンではナーシルホスローは精神的指導者として崇拝さているファイザーバード南東の国茶川上流のヤムワン遺跡にはナーシルホスローの墓が混流されているイスマーイール派以外にスンナ派シーア派も信仰され言語と習慣の中には 太陽信仰やゾロアスター教の名残も見られる。アム川と国茶川の合流地点の近辺には、インダス文明に属する遺跡が多く存在し、その一つのショールトゥーガイ遺跡は、ラピスラズリなどの奇跡の交易に関係していたと考えられている。アケメネス朝時代のバダフシャーンには、遊牧民族のスキタイ人が居住し、遊牧、反遊牧生活を保持しながらも、 土着のイラン系住民の文化やゾロアスター教を取り入れていた。ハム川と国茶川の合流地点に建てられたアイハルム遺跡は、東方で最もギリシャ的色彩を色濃く残したヘレニズム建築で、マケドニア王国のアレクサンドロス三世によって建てれたと言われている。交通の要衝に位置し、遊牧集団が集結するバダフシャンの地の利を受け、エフタルが台頭する。 5世紀にエフタルは、サーサーアン・アサの王を廃止させ、タリム・ボンチ、ソグディアナ、ガンダーラに勢力を広げた。サーサーアン・アサは、天山山無北方に進出した西特結と、同盟して、エフタルを破り、勢力が衰退したエフタルは、バダフシャンに退いた。当の総領、玄状が、バダフシャン近辺であった、遊牧民ヒマタラ、マタンラは、エフタルの末裔だと考えられている。 バダフシャーンは、鉱山によって外界から隔離された環境下にあり、長らく半独立の勢力が拡挙していた。警告によって隔離された空間に、多くの小勢力が形成され、次第に緩やかな統一体へと変化していった。ムガル帝国などの外部の国家は、東西を結ぶ交易路上に位置するバダフシャーンを支配下に収めようと試みた。 1220年から1221年の間に、バダフシャーアンは、モンゴル帝国の攻撃を受け、13世紀末から14世紀初頭に、かけて、チャガ大半国の支配下に置かれる。マルコ・ポーロの東方見聞録には、ルビーとラピスラズリを産し、アレクサンドロス三世とアケメネス朝の王女の間に、生まれたこの一族が支配する、バラシアンという土地が記されおり、この地は、 バダフシャーンを指すと考えられている。1368年にはティムールの攻撃を受けた。15世紀半ばにティムール朝のアブーサイードに征服されるまでの間、アレクサンドロス三世の子孫を自称する王がバダフシャーンを支配していた。バダフシャーンは長らく中継貿易の拠点として繁栄していたが、海上交易が発展した16世紀以降、 国際経済におけるバダフシャーンの地位は次第に低下していく。16世紀にバダフシャーンは中央アジアのウズベク国家に併合されるが、現地の住民によって軍隊は追放され、再び旧王朝の子孫によって統治された。17世紀にバダフシャーンは再びウズベクに征服され、アレクサンドロス三世の子孫を自称するウズベクの指導者やアルベクは、 ファイザーバードで独立した政権を立てた。1822年にクンドゥーズの支配者、ムラードベクは、ファイザーバードを占領し、ミールザーカラーンにバダフシャンの統治を命じた。ムラードベクの死後に、ミールザーカラーンは、独立し、一時は、クンドゥーズを併合するが、やがてアフガニスタンのバーラクザイアサに圧迫される。バダフシャンの支配者は、バーラクザイアサの干渉によって廃位され、 1889年にバーラクザイアサのアブデンラフマーンハーンによってバダフシャーンはアフガニスタンに併合された。1895年にロシアとイギリスの間で締結された協定によって河川がアフガニスタンとロシアの国境に定められ、以後アムガワを境にバダフシャーンが政治的に分断された状態が続く。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。